テレビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。こんにちは、大塚雅彦です。今回はですね、前回あのブラックバスの、僕が釣ったバスを、まあ、調理するという動画なんですけど、おお、じゃあそれを調理して食べるということですか。そうですね、はい。でまだあの前回の動画見てない方は、まあ、ここの上をクリックしていただくか、動画の概要欄にあの前回の動画のリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。大塚さんはブラックバスは食べたことありますか？川魚はちょっと苦手なのでバスは一度もありません。そうですよね、まあ、ほとんどの日本の方も、まあ、食べたことないと思うんですけど、あの、まあ、セルビアの例えばベオグラード、首都のベオグラードでも、あのバスって何っていう人が、まあ、ほとんどだと思うんですね。そのぐらいレアな魚なんです。日本でも魚としてはいるけれども食べない。そうですね、まあ、もともと食用としてあの入ってきたんですけど、まあ、今は食べないですね。ただ要はあのブラックバス、まあ、バスっていうんですけど、スズキのことを英語でシーバスっていうじゃないですか、はい、海のブラックバスですね、はい。まあ、なので、まあ、美味しいんじゃないかということで、まずは、その調理から食べるまでの動画をご覧ください。はい、じゃあちょっと見てみましょう。それではどうぞ。そうですか。今日のお魚のお魚、今日の超過ブラックバス、綺麗な目ですね。すごい綺麗、綺麗な目してる。バスの鱗、あれ鱗ハゲはスズキですかね。そうですね、鱗硬いですか。ちょっと硬いです、うん。個人的に僕が見たい記録映像、ドナワのこの船とか、はい、あれがあの声が食べられるから、でも絶対美味しい。ブランカが起こりそう。何してんの。お、硬い。これを切る。これを切る。お、バス臭っ。ニラ玉落ちますね。え、ニラ玉どこにあるかわかんないかな。ニラ玉って全部の魚にあるんですか。ああ、うん、これ実際は何なんですかね。あれは胆のうかな。へえ。学術的資料です。硬いかな、スペースもない。よし、結構綺麗な。あ、でも本当中身スズキですよね。あ、匂いがします。何の匂いですか。バスの匂い。バスの匂い。あ、なんかと、なんですか、特定、独特な、うん、独特な匂いがします。美味しい、これ絶対美味しいと思いますよ。嬉しい、嬉しい、嬉しい。綺麗になりましたね。おろしましょうか。はい、これ、家に持って帰って。ちょっとそれ、後ろ見せてください。なんか綺麗なんです。タイみたいな音してますよね。うん、
あ、もうタイだ。そうね、刺身にしよう。まあ、これは結構骨が硬いから、綺麗です。綺麗です、めちゃくちゃ綺麗です。気まぐれクックのパックリ。皆さん今何してるんですか。今バスの皮を落としていや、これやりやすい。綺麗です。うわー、うまそう。なんて言いました？うまそう。うまそう。お、すごい。これがブラックバスと思えない。お、うまそうな匂いがします。だから昨日アレさんがもらったハーブ。ハーブ。ああ、ハーブセット、はい。ルーシムのレシピは秘密です。皆さん何調理してるんですか。今ブラックバス焼いてます。ブラックバス焼いてます。信じられるね。美味しそうな匂いがする。ではブラックバス初めてです。絶対美味しいです。ものすごいいい匂いしてますから。美味しい。バス定食が出来上がりました。どうですか、三上さん、味は。味はものすごく美味しいです。なんか似てる魚の味とかありますか。スズキですね。やっぱスズキよりちょっと柔らかいけど、あの本当に美味しいです。へ、うん、初めてブラックバス。また釣りに行きましょう。そうですね、行きましょう。うん、おすすめです。はい、という感じで、まあ、バスを食べてみました。はい、なんかさばいてるところとか本当にスズキに似てますよね。そうですね、はい、もう本当にさばき方はもうスズキと同じ。味はどうですか。味はあの後僕も食べたんですけど、僕はニジマスとスズキ、それからタイ、その3つの魚の間ぐらいなんですね。あ、じゃあ結構さっぱり系ですかね。はい、味はもう本当になんかあの、まあニジマスとスズキの間、ああでこうポロッと身が取れる、まあ、この写真にあるようなポロッと身が取れるような感じは、まあ、ちょっとそうですね、タイだとかホッケだとかに近いかな。うん、ミランさんも柔らかいって言ってましたね。そうですね、はい、本当に淡白な味で美味しかったです。ああ、そうですか。じゃあ今度一回僕私も試してみたいですね。ただまあ動画の途中にもあったと思うんですけど、こう皮をさばくまではもう本当にバス臭いんですよ。あのバス臭い、どういう風に表現したらいいかわからないですけど、本当に、まあ、ブラックバス独特の匂いがあるんですけど、あれがまあ皮にすごくついてるんですよね。まあ捌くのはミランさんにやってもらいます。あもう本当にあの、まあ、地元でこうじゃあバス料理、あそこの、まあ、前回釣り行ったあのブルバスという、まあ、セルビアの、ベオグラードという、まあ、首都があります。そこから北に、まあ、1時間半ぐらい行くとノビサドという、まあ、セルビア第二の町があります。そこからさらに30分ぐらい行くと、まあ、そのブルバスがあるんですけど、あのその地元の人たちも、まあ、あの食べるんですよね、ブラックバスを。ほうほうほう。で僕の横で釣りしたあの10歳ぐらいの子ですかね、その子がたまたま、まあ、あの35センチぐらい、今回料理したのは、まあ、40センチちょっとのバスなんですけど、35センチぐらいのバスを釣り上げたんですね。はい、そしたらあの大人が寄ってきて、あのそれ10ユーロで売ってくれないかそれ自分ちで食べるからっていうことね。そうで
だから地元の人たちは知ってるんですよ、バスが美味しいっていう魚があって。あ、なるほど。で、子供は10ユーロで売れたって喜んで、あの新しい釣り具買える。で、大人も10ユーロでこんないい魚手に入ったなかなかベオグラードではわからない世界があるもんですね。それが面白かった。なるほど。で、まあ、地元 の, そのレストランに行ってみたんですけど、地元のレストランではブラックバス料理って一切ないんですよ、はい、本当にあの、まあ、自分の家で料理する、釣って自分の家で料理するっていう感じの魚なんですね。ちょっと一般には知られていないセルビアを発見した感じですね、今回の動画でも ね、はい、あの、まあ、ミラーさんちの動画の、最初にもあった、あとはまあちょっと中にも挟みましたけど、あのミラーさんちってこう刀が2本とか置いてあるんですね、はいはい、でその上にこう台場の釣り竿が2本置いてあるんですけどそれを飾ってる、まあ、鹿の角なんですけど、あれはあの地頭大統領があのハンティングで取ったやつなんですって。でなんかおじいちゃんが、まあ、そういうつながりがあるらしくて、おじいちゃんがその地頭大統領と一緒に狩りに行って、でこの頭あげるよって話。すごい話ですね、今皆さん家にあるっていう本当の日本通らしいですよね。そうですね、日本通るところが、ね、それと台湾の釣り竿とコンビネーションってところは面白かったです独特ですよね、本当に。まあ、今回もあのこういった感じであの、まあ、ちょっと変わった面のセルビアをお届けできたと思います、うん、あのご感想なんかはぜひコメント欄で、教えてください。お願いします。それではじゃあまたね。もう少ししたらブランカ出しますんでお待ちください。